どうもエルザです。それではラストオブアスやっていきたいと思います。さあパート2ということで、おーすごい、逆に今用がれなかったな。ラッキータイガーがあるパチンコ店みたいな名前。いるねいやーどうしよう。スカーってさ基本2人1組なのよ。後ろいるでしょ。とりあえず今は騒ぎをまだ起こす時ではない。しかも今見られたでしょ。上にスナイパーってか一人いるのよ。それがねどれだ。あれあれ、よし。多分向こうからだ。誰か。正面に1、2、3、4。やっぱめちゃくちゃいたな。やっぱマジでそんなやばかったの、パイプって。いや、撃つな。固まってない。
どこどこどこ、おい、いるじゃねえの。はい、よし、おい、当たるようになってきたね。多分上、いや正面いるね。右、今降りてきた。上で一人監視してんのか。来い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 。パイプのあれはいいね、当ててさ。いっはい、ほらほら、おいおい、やった、弾よこせ。スナイピング卑怯だな。いやー確認できんからな。いた、えい、おり、もういないかな。あー、ハチェット、いいね。でも、アビーが何も言わないってことは、オーケー、スナイパーが上にいたよね。ビルを抜ける方法があるはず。そうだね、結局スナイパーを借り倒さないとね。さあ、やってきた。ちょっと待った待った、アルコール、スナイパーいる？屋上ってこと？スナイパーかわかんないけど、始末はしたっちゃしたけどね。上行くか。おい、こいつらに出くわしてないよね。こっちも違う。意外といない。爆薬ありがて。この位置あたりにいたような気がしたけど、あー、ライフル、やつだね。上行くか。ライト消して、もしかしそこからなら入れそうだね。ここね、上に登れる。
爆だけがひたすらなるね。なんかあんまり、え、押すそれ。ショットガンの弾、あー、だいぶ近づいたね。あとは通りに出ればいいだけ。これを抜けていく感じか。楽勝。いや、それ考えるとさ、あのエリーの時って嵐だったじゃん。だからなんかね、この状態見るとすっごい不思議な感じをする。てか嵐来ただけでもう壊滅してる時は何の役にも立たないんだね、建物はね。ショットガンにしとくか、念のため。なんだろうこれ。スカーの野営地に迷い込むとはね。あー、ようできてるわ。弾、やっぱ戦闘しても大丈夫なようになってるんだね。キャベル、セラファイトに生まれた子供は可能性で満たされたまっさら白紙のような存在だ。お前は私の大きな期待を、優位に超え、その可能性を全うしたと。キャベルか。何これ最高。マジでイカれてる。これ4倍スコープ狙うか。80でしょ。攻撃力上げるべきか。上げたら上げたでさ、そのモンスター系よね、怪物系に対してめっちゃ弾の消費が少なくて済むからさ。いや悩むな。よし、まあ行こうか。狙いは、スコープ。これを降りる感じかな。戻れないんだよね、意外とね。ネズミさんがいた。これを抜けると、いないよね。殉教者の門の近くだ。いや、いた。長老たちも喜ぶはず。くそ。うわ。とにかく下に向かう。ことは足りるだろう。逃亡者の捜索を続けよう。夕方にエミリーたちが森を捜索するらしい。任せよう。森の捜索ってあれかな、エリーが初めて会ったところかな。あ、別れた別れた。いや、てかね、目が良すぎんだよな。下の音か。左だね。こっち側行ったら、あ、落ちるか。なるべく戦闘は避けたいからね。めっちゃ反対側から見える。
すまんな。これで二人は一応倒せた。ちょっとこっちに抜けて、問題は下降りてからなんだよな。あ、落ちたか。やべ。さあ、1、2、3、4。上がってくる今の人、この人。よし。サプレッサーを作るべきやな、もうこれはね。おい、もう一人やられたぞーみたいなね。そうです。ウルフを発見。ここだ。行って。うわ。いやー、避けれないんだ。あと一人やったのにな。で、オッケーかな。いや、ハチェット。さあ、弾がなくなってきた。一旦回復しとくか。あぶね、切り替えててよかった。ショットガン オッケー。あの距離はちょっとさすがにね、ライフルはむずいかな。いい補充。こんなもんかな。
んかただの戦闘橋みたいな感じになっているけど大丈夫だよね。そこ登って、てかあのハンマー持ちがやっぱ強えわ。やっぱちょっと戦って別格やもんね毎回ね。お、いや木の棒じゃねえ。意外とナイフは使わずだったね。なんか対フリッカー用って感じがしてきたね。よし、さらに下行こうか。回収回収。ないか。意外とこんなもんかな。なんかそんな感じだね。ここ抜ければ OK だから、よし行こう。とにかく通りを目指そう。そうだね。うわー、ハンマーワーカー、やばい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 、やばい、抑えろ、やめろ、離せ、うわー、やばい。最後なんかヤバそうなのいた。あれ4ヶ月前の話か。オーウェン、オーウェン、いたの。よ、どうかしたか。うん、邪魔しちゃった。いや、どうぞ。で、どうした？任務か？そんなとこ。なんだよ。まあいいや、ほら、とりあえずアイザックのことは忘れてさ。オーウェン、ここしばらくぶりだろ。見ろよ、どうだ。ちょっとここどうしたの。どうしたって、鶴を引っこ抜いて絵描いただけ。お、イカだ。アリスもいるの。ああ、メルと一緒。飼い犬的な感じなんだ。やべえ、こういうイカ見るともスプラトゥーンだな。すげえ、メイン玉出るな。ねえ、うまくいってんの？あんたとメル。ああ、まあな、ほらあいつ優しいとこあるし。元カノよりマシ？まあ、お前も見た目はマッチョだけど、可愛いとこあったよな。それいつの話？いつだっけ？忘れた。メルはもうこの時一緒いるんだね。おお、焚き火、ラジカセ。やっぱこういうの見ると嗜好品もあるからね、全然いいような気はするけど。何これ、アーチェリーでも始めたの？かもな。コーヒー、これすっごく手が込んでる。触るなって。アビゲール、振るしかない。
科学の実験でもしてるの？ビールか、まあ、最高の酒作ってんの。いい子にしてたら分けてやる。嬉しい。貯蔵酒ね。ああなるほど、発酵させるタンク、水分とかね。なんだろうな、これ見た瞬間サーモンランしか出てこねえんだよな。イカだしね、スプラトゥーンネタかなって思う、あれ見ると。あ、やっぱアーチェリーあったね。ああ、このための的か。ああ、それメルとちょっと競争みたいなことしてんだ。多分お前の好みじゃないと思う。結構難しいし。挑発してんの？受けて立つよ。ルールは？それじゃ的があるだろう。うん。どれくらいの時間で打てるか？当てるだけ。勝ったら私の名前書いて。いいぞ。ブレスギー。いい。まだ余裕。ああ。いやー、これむずい。すごいな。2個目。まだまだあるぞ。やるじゃん。おお、めっちゃ離れてんじゃん。アイザックにがっかりされちゃうぞ。気にすんなよ。それすんごい扱い難しいしさ。マジムカつく。どこどこ。いやー。傷つくだろ。この方がマシ。ひって今の俺のハートも傷ついた。あとどこ？どこどこどこある？あったー。あと2個でお前の勝ち。あと2個2個どこ？あ、あー違う。あー動いていいのか。いいよ。正直お前の腕前にびっくり。残り10秒。残りあと1個だけだぞ。絶対外すな。え？ 5。 どこどこどこ。3 2 1。どこあった？あと1個。はっ、一発クリア。見直した？ああ、さすが。何やらせてもうまい。いいから壁にスコア書いて。書くよ、後でな。ああ、私がいたってメルにバレるのが怖いの？まさか、気にしないって。なら私のスコア書いてよ、ほら。はいはい、書くって。あ、これ今思えば10点ね、取ったけど。あれか。他にもお前に見せたいものがあるんだ。上に行こう。もしかして船長の死体？あれ前にもあったでしょ。まさかサンタハットかぶせてないよね。は？まさか。でもそれ当たってたな。いいかも。まあ見てみろ、来いよ。いやあれだな、4ヶ月前だからまだシャンクソン来る前だね。ジャンクソンか、来る前だね。あー、水族館思い入れ深いんだね。水族館いいよね。どうぞ。どうしたのこれ？わー、すげえ。釣り？めちゃくちゃ娯楽やん。おかけください。景色を楽しんで。こちらをどうぞ。
どう？眺めは最高。ああ、なんだよ。つまんないの。嘘つけて。ああ、当然だろ。あいつクリスマスが好きでさ、それに1周年の記念で。すっごく微笑ましい。お前って本当ムカつくやつ。私にも靴下作ってくれる人がいたらね。お前には無理。靴下が？それとも恋人？今日は随分機嫌いいな。そう。訓練サボれよ。アビ、好きが見たら。ジョエルの弟を見つけた。ワイオミングの集落にいる。本当か？ファイアフライで仲間だったってやつから聞いた。やつが抜けたのは10年も前だ。そう。なら音信不通だったはずだろ。そうだとしても確かめなきゃ。そうか。でもな、情報が正しくて奴を見つけてもジョエルの居場所は知らないかもだろ。みんなには。みんなやる気。メルだってね。来週出発しよう。そんなのアイザックが許すわけないだろ。許してくれた。嘘つけ。アイザックは正義にこだわる男だよ。ジョエルを許すはずない。ねえ、一緒に来てくれるでしょ。もちろん。ジョエルの話してたけど、やっぱその通りだったね。これはメルかな？いや、あの後か。このコートのやつらは？罪にまみれた、けだもの。解放を。そうすればこいつらですら。
掟破りの片割れは腕を折れ。あいつ敵だよ。レブ、ウルフ、ほら、早く行かなきゃ。どこに行くつもり？森を抜けるの。逃げなきゃ。やばいやばい、ライトもないから何も見えねえ。どっちどっち、耐えます耐えます。はい、かい。どこ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 。捕まったら終わりだ。いやーあれだね、あのエリーの時も結構きついなと思ってたけど、アビー編もアビー編でやべえな。ストーカーが来てる。早い早い早い。そうだね、逃げるよ。あー、レンガ取れない。やばいやばいやばい、これはやばいやばい。後ろ見たくねー。
矢尻やったけど取れなかった。もうそこ。ああ、怖っ。他に道はないの？あったら、こっちに来てないか。瓶しかねえな。開けて。どいて。せーの。やば。やば。ほら来て。あーやばい。あーお前はあの時の。ごーな。私のバックパック。よくも俺の取ってくれたな。おお、くれ。えい。フルスイングだけかい。あぶね、あぶね。いって。サンドバックにしてやる。ほら、はい。うわ。いやテクニックあるね。耳を。よっしゃ。はいはい、うん、もう一回いったいなそれ。いやこれでそろそろ、うん、じゃ待てやめろ、さよなら。よしあんたたち平気、いやー、重機使われなくてよかった。さすが軍隊最強な気はするで。あー、すげえ。ということで、今回ここまでとなります。動画の方はここまで。メンバーの方はこのままノーカット版続きやっていきたいと思います。いやー、えぐかったなー。結構えぐかったな。ショッキングな映像多かったね。まあまあまあ、また続きはやっていきましょう。多分はい、アビーの方はこんな感じになるのかな。首跡とか残ってるもんね、締め縄の後ね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。